やあ、ルカス・ジョージ。あ、ルーカスっていう映画監督いるよね。いや、僕は映画部の部長、3年のルカス・ジョージだ。よろしく。君たちは映りたがりの友道くんという学園の七不思議を知ってるかな。カメラを回していると自らこれ勇敢そのものじゃん。自ら映りに来る、まさに映りたがりのゾンビなんだ。ああ。まあ、勇敢さんもある意味ゾンビかもしんないね。ぜひ彼を撮影してリアルなゾンビ映画を撮りたい。もちろん協力してくれるだろ。なんでもちろん協力してもらえると思ってんだお前。さあやってみますかこれね。そう言うだろうと思ってね、実はもう準備はできてるんだ。撮影現場である居住エリアの各所にうちの部員を配置しておいた。うん。君たちは言われた通りただ演じてくれればいいから。ああ。これ映画撮るつもりですよ。じゃあ心の準備ができたら居住エリアに来てくれ。やっぱりゾンビに噛まれるとゾンビになっちゃうのかな。当然ゾンビものの常識だよ。ゾンビウイルスが体内に入ると。安心しろ、マタロウ。たとえお前がゾンビになっても俺たちはずっと友達だ。なんで僕がゾンビになる前提？でもそんな、なんか凶暴なゾンビな感じしないけどね。居住エリアっていうのはここか。お、ルカスいるよ。やあ。来たか。撮影開始しても OK かな。やってみよう。うん。じゃあまずは不良生徒の格好をしているうちの部員たちと戦ってくれ。このエリアのどこかで待機しているはずさ。不良と喧嘩をしていたらゾンビが現れたという設定だ。どういう設定なんだろうねそれ。カメラは常に回ってるからかっこよく戦ってくれよ。それじゃあよろしく。シーン26アクション。やったー。あ、本当だ、不良が出てきたね。あれ、一瞬この不良強えな。おい、やあ、これゾンビじゃない。あ、出てたね、ゾンビ。おお、友道くん数が多い。めちゃくちゃいるじゃん。そんな陽気なゾンビじゃなかったぞ。ジャンボ友道くん、怖すぎる。目が飛び出している。うわ、ちょっと、いや、ちょっとフェンス邪魔。フェンス邪魔。お前の時間だ。ちょっとスタン来るときついな。君が必要だ。さ、オッケー。ちょっと逃げよう。ちょっとここ戦いにくいよ、なんか柵があるから。あぶねえ今。結構いい感じでも。あぶねえ今の、危なかった。さあ、あともう少し。いけ、よし、行った。変身も解けていったね。やーい。お前はもう死んでいる。まあゾンビだしね。
銅の金役人形ってのが手に入るね。しかも3つだ。これは何だろう、金のこけし的な立ち位置かな。売れば金になるっていう、ただそれだけの、ポケモンで言えば金の玉みたいないやー協力ありがとう。これで撮影はクランクアップだ。おい、ちょっとゾンビもなんか楽しそうにしてんだけど。お疲れ様でした。本当にただの撮影会じゃんこれ。でゾンビが普通に参加してるし、うん、驚かせてごめん。別に邪魔するつもりはなかったんだ。ちょっと、いや喋れんのかい。ねえ、君はともみちくんだよね。そうだよ。まあ、どうして映画に出たがるんだ。うー、25年前、結構昔だな。僕はこの学園で幼なじみのあっちゃんと映画部に所属していた。映画部ではあっちゃんは監督に、僕は俳優になって夢中で映画を作ってたよ。でも僕は役者には向いてなくてさ、ずっと雑用ばかりやってたんだ。だけど卒業制作のゾンビ映画であっちゃんが僕を主役にしてくれてる。ゾンビってそれ俳優的にどうなんだろうな。セリフがないからね。でもただ演技に熱が入りすぎたのかな、屋上のシーンで足を滑らせてそのまま、いなく、僕のせいであっちゃんとの夢の映画が台無しに。そうか、志半ばでさぞ辛かったろうね。そんな、未完成の映画への思いが強すぎて自分からゾンビになっちゃったんだね。ん？あっちゃんというあだ名、それに25年前の幻のゾンビ映画、もしかしてそのあっちゃんというのは黒沢明夫監督のことかい。あっちゃんを知ってるの？あの世界の黒沢監督？あ、誰だそれ。仁平くん知らないの？グロテスクな映画を撮らせたら世界一という超有名な監督だよ。うん、なるほど。そういうことならともみちくんの夢を叶えられるかもしれない。いや、実は今日クランクアップした映画は君たちの映画を元にしてるんだ。黒沢監督の唯一の未完成作品を僕たちの手で蘇らせたくってね。本当に。ああ、以前監督にファンレターを送ったらありがたいことに返事をもらえてね。後輩が撮った映画ならぜひ見てみたいと言ってくれたんだだからこの映画が完成した暁には必ず黒沢監督に届けると約束するよ二人の夢はまだ終わってはいなかったってことだね。僕とあっちゃんの夢がこんなに嬉しいことはないよ。これで安心して旅立てる。みんなありがとう。本当にありがとう。ああ、よし、そうと決まれば行動あるのみだ。徹夜で編集を終わらせるぞ。まあ僕も YouTube やってますけどね、これ編集っていうのはね意外と時間かかるんですよね。君たちも本当に感謝しているよ。これよかったら受け取ってくれないかな。お、求人ボート手に入れたいい映画になりそうだね。うんうん、黒沢監督の原点だもん。きっと素晴らしい作品になるよ。ああ、七不思議も解決できたし、バンバンザイってところかな。だな、バンバンジーだぜ。いやいや、バンバンザイだってば。お、ワイメダル。移りたがりのともみちくんを手に入れた。顔が怖い黒いよ顔が。ちゃんとあの腐ってる色だね。さあ残りはあと2つ か、 地点か。こんだけ手間がかかるもんなら七不思議を全部解いたらなんか面白いこと起こらねえかな。それいいな。
エンラ先生とデートする願いが叶うとか。何？デートはわからないけど、それ漫画みたいで上がるな。緑が多くて気持ちいい。転びたくなるね。もうもう。何その変な鳴き声、もしかして牛？これはチンペイくんならぬキュウペイくんだね。もうジンペイくん、こっちの世界に帰ってきて。折り返し地点というか、もう残りあと2つなんで、もう終わるけどね。あと未来を予知するチョコレートとトイレの花子さんだけだね。よし、じゃあちょっと頑張ってやっていくか。あ、で、あれ？でも1,2,3,4,5,6個しかないな。あら、まあいいや。いいや。